こんにちは。生体ニコニコスタイルデドです。本日もドアをご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあたり、改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は質問をいただきまして、寝方についての質問です。寝相についての質問です。で、いろんなところが疲労していると寝相が正しくなくなったりして、例えば横向けじゃないと寝れなかったりとか、うつ伏せじゃないと寝れなかったりとか、仰向けだとしんどくて、仰向けで膝を立てると楽だったりとか、いろんな、姿勢になってきます。では疲労してない、健康的で疲労がかなり解消された状態ではどういう寝方がになってくるんでしょうかということで質問いただいたんですけれども、これは答えが2つあります。まず1つ目はですね、どの体勢でも寝れるということです。で、寝る体勢というのは仰向けですね、上向きの姿勢、それから横向きの姿勢、横寝ですね、右を下にして寝るか左を下にして寝るかどちらかなんですけども、横向きの姿勢、それからうつ伏せですね、うつ伏せ、この、これは右と左なので、で、1、2、3、4、4つのこの体勢があります。で、この全ての体勢が楽であること、どの体勢でも楽に寝れること、我慢して、うつ伏せとかで寝るんじゃなくて、仰向けでがもし一番楽でしたら、仰向けで一番楽に寝れるかのように横向けでも楽に寝れますし、うつ伏せになっても同じように楽に、寝れると。どの体勢でも寝つけるし、どの体勢でも熟睡ができる状態、これがまず体の疲労がだいぶですね、解消されている状態になります。大概は仰向けが結構やりにくいという人が多いです。結構腰痛になったりとか、体を痛めたりとか、不調が、体調が悪くなったりとか、そういう方っていうのは大概は仰向けが一番苦手だったりします。で、仰向けで、膝立てたら膝を立てて足を曲げて寝ると楽だけど、足は伸ばせないとかいう形で、仰向けがだんだんできなくなって、横向きやうつ伏せで寝るようになっていくというふうになる人が多いので、まずはこの仰向けに寝れるように体を整えてですね、疲労解消していただけるといいです。で、もう一つの基準としては、疲労がなくて歪みの少ない人というのはですね、こういうふうにいろんな体勢ができると同時にですね、大の字ですね、仰向けの中でも大の字で気持ちよく寝れると。大の字というのはこうですね、足もこう広げて大の字で寝れると。この大の字っていうのはなかなか取らない格好ですね。大人の人は特に取らない格好ですよね。こう両手両足を広げている体勢です。これって一番無防備なんですよね。例えば犬とか、猫もそうですし、トラとかライオンでもそうですけども、もうこうやって大の字でこう寝る場面って言ったら、本当に信頼している飼い主とか信頼している家族同士であれば、こうお腹を丸見えにしてこうやって大の字で寝ると思うんですけども、それ以外のあまりよく知らない、他の犬とかトラとかだったりとか、知らない動物が来た時は絶対ここは見せないです。隠して四つ這いになりますよね。というふうに、この仰向けで寝るというのはもう全部ですね、自分自身の全てをこう解放してですね、その相手にもうさらけ出してる状態です。もう弱点丸出しの状態なんです。ですから、こういうふうな大の字で寝るということは、もう全てをですね、自分の全てを投げ出して、もう第一にですね、全てをもう全身投げ出して、もう預けちゃってる状態なんです。ですから、これは一番ですね、体が疲労していると、どうしても体を守ろうという働きがあって、こういうふうに入ってきてしまうので、そうすると大の字でだんだん出れなくなって、で、仰向きがしんどくなって、それで横向きでこうなってっていう形で、どんどんですね、こう縮こまる、こう大の字と逆にこう縮こまる方向へと、だんだんお腹を守る方向なんですけど、となっていきますので、逆にですね、この健康的な人っていうのはこの大の字で、これが気持ちいいと、大の字で寝るのがめっちゃ気持ちいいと、で、こうやって寝るのがちょっと逆にやりたくないと、気持ち悪いと、これが楽ですというふうになってきたら、
だいぶですね、疲労と歪みが解消されているというふうに思っていただくといいです。それぐらい大地に預けて全てを投げ出すという姿勢というのは、なかなか疲労してたりとか体が歪んでると自分を守ろうっていう意識が働いて、なかなか自然にできてこないので、無理に大の字にならなくていいので、まずはできるところからですね、横向きか寝れない人はちょっと仰向けに寝れるように徐々に持っていってという形でですね、無理なく、長年やっぱそうしてきた姿勢なので、いきなり正しいからといって大の字で寝たらいいかというと、それはそれでかえって体にストレスを与えて体が改善しないことにつながってしまいますから、無理せずですね、徐々にこれから段階を踏んでいくと。で、目標はずっと仰向けになって大の字を目指していかれるといいです。ということで、今日は一番、疲労が少なくて歪みが少ない状態の人はどんな寝方をするんですかという質問についてお答えしました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。